はい、小橋です。ミンゴルやっていきます。冒頭は息子の写真を見せしました。なんかね、笑うようになったって嫁がかなり喜んでますね。はい、今月末でちょうど2ヶ月っていう感じです。さあ、今週のですね、追い風のオーシャンラグーンですか。一応現在のランキングが978、ギリギリ1000を割っているっていうところですが、このままだと3000以内いけるかなっていう感じですね。まあ本当に何もう9回かやってるんですけど、ボーナスポイントあんまり取れないんですけど、今日の朝通勤電車にちょうど乗ろうとしている時ですね、いきなりホールインワンを出すことができたので、ちょっとそちらを見てみたいと思います。はい、こちらですね。本当にブレを確認しようかなって思ってた矢先だったんですけどね。1番ホールですね、ショート。まあ、祝法霊法霊法って形で言ってたんですけどね、こういう感じでピンショットではなくカップにそのまま吸い込まれたっていう感じですね。はい、朝からびっくりしました。はい、久しぶりですね、ホールインワン。全然、まあまあ前回がね、嵐の中でっていうのもあったんで。で、これ面白いのが次のホールなんですよ。まあ、いつもね、ホールインワンなりチップインアルバドロスなり出している方にとっては何のこっちゃないっていう感じだと思うんですけど、まあやっぱり我々素人にはこういきなり一ホール目でチップインを出すとかなり緊張するんですよ。その結果、見てください、このパター、なんとうさぎっちゃいます。あっねって、あれこれ入ってます。あれ、このリプレイではなんかエラーが起きてますが入ってます。いや、でも入らないかなっていうくらいひどいうさぎでした。まあ、なんとか入ってね、最後のホールも、イーグルで、ロングのホールでイーグルで決めて、なんとか6アンダーを出すことができました。はいですね。まあ、ではちょっとせっかくなのでツアーでゴルフをやりたいと思います。今オフにしているキャリーナビをオンにして、キャリーナビ負荷をちょっと標準にしてみたいと思います。はい、そういえばいろいろ変わりましたね。レベルやランクがの上限が解放されたり、まあサバンナコースですね。サバンナコースは比較的分かりやすいって言えば分かりやすいですかね。ビギナーは晴れていて、アマチュアは、雨のバックティーみたいな感じですかね。で、プロは大雨。うん、どちらかというと雨のバックティーの方が難しいなっていうイメージが、はい、ありました。あとはなんかね、ツイッター上とかでも議論になっているなんか運99以降のコイン還元でしたっけ、それがなくなったって言ってね、それで結構揉めている方が、揉めているって言ったらあれですかね、まあふざけんなよみたいな感じのことをおっしゃる方がいたと。で、結果それ、もう一度元に戻しますみたいな感じでね、今日ありましたね、発表が。まあそれはそれで一件落着で良かったのかなっていうふうに思いますけどね。はい、ですね。
まあね、ちょっとか私は無課金なので、課金されてる方、まさかまさかの残り19センチ、話が混ざっちゃってすいませんね。まあね、課金されてる方にとってはね、うん、あの急な大きな変更で戸惑いがあったと思います。まあね、で課金をされている方々がいらっしゃるからこそ、私たち無課金族が楽しく遊べているっていうのもありますしね、もちろん運営さんのおかげでももちろんありますね。だから何とも言えないっていうふうに思うんですけど、ただ私が思ったのは、何ですかね、ネット上に乱雑な言葉を使って、まあそれを訴えるっていうのはね、やっぱりちょっと悲しいなっていうのが今回、うん、思いましたので、まあまあ穏便にって言ったらあれなんですけど、もちろんね、運営さんに連絡するのはいいことだと思うし、その結果元通りにするっていう風に、あったと思うんですけど、うん、まあその時も冷静な対応をしていただければと思います。はい、そんなこんなで今回は名前、対戦相手のお名前も紹介しておりませんでしたね。そんな感じで、ツアーでゴルフ勝ちました。惜しかったですね、ホールインワン。はい、では今日の動画は以上にしたいと思います。っていう終わり方はどうなのかな。はい、ちょっとさすがに対戦相手さんの方も紹介していなかったので、あれか失礼、アッキーラさんに勝たせていただきました。アッキーラさん、ありがとうございました。いいねー。では皆さん、またミンゴルやっていきましょう。失礼します。